主様、さすがですね。すごいとは思ってたけど、ここまでなんて。ミリール、惚れ直しました。ダメダメ、私と主様は主従関係、軽々しく惚れるなんて言っちゃ。でも本当にすごいです。こんなすごい主人を持てて幸せです。主人様、あなたから大忙しでしたね。私の下あと、主様の下あげは、ちょっと意味の違いがあると思うんですよね。どういうことか、聞いてみますか？私を引き取ったのは、軍に従事する仕事からの責任感とか罪悪感とか、ひょっとしたらそういうのがあったのかもしれません。だけど私は
引き取られたあの日からずっと幸せで、主様を慕う気持ちは日に日に強くなっています。温かい食事、柔らかいお布団、すべてが私にとって足りすぎたもので、身に余る幸せでした。メイドの仕事は大変だったけど、ちゃんとできたら主様は褒めてくれるし、それに学校にも通わせてくれました。だけど辛いこともありました。恋心を抱いてしまったんです。主様に仕える身でありながら、こんな思いを持ってしまうなんていけないって思って、何度も捨てようと思ったんですけど、どうしても無理で。しまおうって思ったんです。主様、もう一度言いますよ。私はあなたのことが好きです。メイドとしてじゃなく、一人の女の子として私を可愛がってくれませんか？拾った猫はこんなにも大きくなったんですよ。